迷い人。はじめまして、向井でございます。かくちゃんのゴルフ迷い人、いつも練習しているのがここ、ゴルフパーク橋本でございます。はい、どうぞ。はい、どうぞ。皆さん、こんにちは。私、かくちゃんこと向井角道と言います。昭和12年生まれでございまして、85歳になりました。30歳からゴルフを始めて、もう55年ありまして、ただいま、まだゴルフできるラウンドできる体調でございます。毎日ゴルフできるように一生懸命、自分の体をなんとか鍛えるまでにはいきませんが、頑張って、調整しております。橋本関東にずっと属しておりましてね、今ハンディキャップ14でございますが、いろいろ55年のゴルフ人生の中でね、いろいろ迷いました。迷い人です。ゴルフの迷い人、おそらく皆さんもゴルフはっていうのはずっとこう迷いながら少しずつ、レベルアップしてるんじゃないかなと、こういうふうに思います。ちょっとしかしサボるとまたしばらく後退しましてね、1週間休んだら1ヶ月元へ戻らんというような話もございますが、確かにそうやなというふうにも思います。もう友達といえば若い人たちが友人になりました。私の同年代の人はね、福祉施設に行ってね、リハビリを受けるわけでございますが、私はゴルフがリハビリでございます。ゴルフの練習がリハビリでございますので、ゴルフパーク橋本が私の、リハビリステーションでございます。毎日毎日、来てですね、練習をさせていただいております。どうか皆さんもですね、ゴルフっていうのは一回に何百発も打っていい、それも大事でございますが、毎日、少しずつやって いってるというのが一番いいんじゃないかなというふうに今、思います。特に、年配になってきますとね、1日100球ぐらいがちょうどいいんちゃうか。で、100球のうちですね、ショートアイアンをですね 70% ぐらい、最後私ドライバー打つのは15発ぐらいでしょうかね。100発打ち打つ中で15発ぐらい打って、もう切り上げてまたアクロフィーにということでございます。皆さんね、ゴルフをするときに一番大事な何やろなっていうふうに、私もよく聞かれることがあるんですが、今まで教えられたこと、自分で体験したことをちょっと申し上げますと、一番大事なことはアドレスの姿勢ですね。それが大事だと思いますよ。正しく自然体で、立つ中にですね、こんなんしたりこんなんしたり、こう自然でない、どう見ても自然でない立ち方する方がおられます。そういう立ち方をしますとですね、絶対まっすぐな構え、正しい、グリップ、また正しいグリップで、体を力を抜いて立つっていうことが非常に大事でございます。
私も若い時はしっかりとコランを握りしめて売っておりましたがね、最近になって、柔らかく持つグニャ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 とひょっとしたらスイングするとですね、すっぽ抜けてクラブが飛ぶじゃないかというぐらい、緩く持てるようになってきました。で、グリップを柔らかく、グリップを柔らかく、手首を柔らかく、肘を柔らかく、肩を柔らかくすることで体の力が抜けてですね、腕がムチのようになって打てるんですね。これがね、こういうスイングが少しできるようになってきました。で、力を抜くというのが大事でございます。力を抜くけどもそれでいてしっかり。それからもう一つはグリップですね。グリップ、皆さんご存知のようにですね、3種類ぐらいございますね。こういうふうに鍵のように握る、鍵のように握る、それから小指をこうかけてオーバーラップ、それからベースボールグリップ、これは最近時松がやっておりますが、この3つがあります。私も3つ経験してきました。というのは、ロックをしますとですね、これは一番、オーソドックスなゴルフのクラブの握り方ですが、指が曲がってくるんですね。で、小指が曲がってきましたんで、やめまして、今度オーバーラップに変えましたが、これも指が曲がってきました。最近、昔ずっとやってきました野球ベースボールグリップに変えました。時松選手はここの親指はこういうふうに本当にベースボールグリップなんです。私はこういうふうに親指をまっすぐ残して、その上へ指をかけると、これでやったらですね、意外と距離が出るんですね。もう一つはこう右手がかぶっていかない、こういうふうに野球のグリップのように持ちますと、こうどうしても右手が勝ちますんで、この親指を残して上からこう重ねて、それとこれを深くこうこっちから握る、またこれを絞り込む、いろいろお持ち方はありますが、これはもう現場で練習場でやって一番気持ちよく飛ぶ確率のいいグリップを皆さんにやっていただきたい、こういうふうに思いますね。それじゃあそれとですね、ボールの位置っていうのは大事なんですね。グリップ一つでスイング変わります。それとボールの位置っていうのも大事です。で、クラブの長さによってボールの位置は変わりますが、これ今持ってるのがピッチングです。ピッチング私はだいたい体の真ん中ぐらいに置きます。真ん中へ置いて、力を抜いてやや重心をこうつま先へかけて、かかとへかけたらあんまりええことないですね。つま先へかけて、私の場合は陰に引いて、そのままこれを出すようにしてます。そういうことで、グリップ一つで、ゴルフが変わる、それからこの打つ姿勢が正しい姿勢で練習することが大事かなというふうに思います。それとね、クラブっていうのは大事ですね。
体に合ってるかどうか。だから合わんクラブでやったら自然とその無理なフォームに無理なスイングになってしまいます、クラブのバランス、長さ、それからシャフトの強弱、これらをですね総合的に、一遍見てもらう、チェックしてもらうということも大事でございます。このクラブのチェックはですね、ゴルフパーク橋本でもうやっておりますので、ご利用いただけたらありがたいなとこういうふうに思います。今日は見ていただいてありがとうございます。次回もぜひ見てください。さよなら。さっき先生言ったバランスっていうのはこれです、うんうん、これがバランスを測る機械、うん、なるほど、はい、これどんなちょっと、うん、これバランス測るやつやな。これど何がいいの、このメーター出てるかな、うん、メーター、ね、これでメーターがもう何番やったらこのくらいがええっていうのがは覚えてんの、ヒットによって、うんうん、フルスピードのあるなしによってこれは踏まえたら重ければいい場合とか軽ければいい場合が、うん、そこはあるので、それをこうみんなこう無視しとるわけやな。大事なことは バランス、自分の体に合ったクラブであるかどうかっていうのはな、はい、でもこれがね、なんつったらいいですかね、大角調整器って言うんですよ、まあ、向井先生のクラブっていうのはこれがまああれやから、あのまあ標準なんで、このフェースちょっとここなんですよね、これがピタッと来てるのが標準なんで、合ってないクラブっていうのはこうなったりこうなったりする。これをその人に合わせて調整するのがこれなんですよ。もっとちょっとこういう形で、はい。ああ、なるほど、はい、なるほど。でこれで数値を測ってひねると。はい。でこれまあ突っ込とったらだん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 甘なってくるしね、自分のスイング自体が変わってくるから、その時その時に合うね、調整の仕方っていうのはあると思うよ。それを見てくれるのがやっぱりこう特別なね、こういう知識を持った人がね、そういう人にやってもらうのが大事かなと思う。